松野博一官房長官が今日県庁を訪れ、台湾有事を念頭に置いた国民保護について塩田知事と意見交換を行いました。今日午前、県庁を訪れた松野博一官房長官。今回の訪問は国民保護について自治体と意見交換を行うことで、政府の施策に生かすことや地方自治体の取り組みを促進することが目的です。松野官房長官は、日本を取り巻く安全保障環境が厳しい状況にあり、国民保護の重要性が認識されているとした上で、塩田知事に対して、台湾有事の際に求められる沖縄県からの避難住民の受け入れについて検討を進めるよう伝えました。鹿児島空港や鹿児島港は、万一の際には避難住民受け入れのための重要な窓口となることが想定されるところであり、一時的な滞在施設の確保等についても検討を進めていただく必要があると。本県も離島の多い地域でございますので、今後とも国関係機関等と連携を図りながら、国民保護の取り組みを進めていきたいと。その後、松野官房長官は鹿児島市のマリンポート鹿児島を視察し、港の現状などについて聞き取りました。有事の際は、沖縄県の先島諸島からおよそ12万人が九州各県に避難し、県内には1日あたり航空機で6000人、船舶で4000人が避難してくる想定です。松野官房長官は、自治体の意向などを踏まえて、2024年度中に避難住民の受け入れに関する計画の作成を目指すとしています。